はい、どうもこんにちは。今回も3マジだアークサバイバルエボルーブドアークサバイバルエボルーブドをプレイしていきたいと思います。まあこれはあれですね、まあ、前回やってたフォレストと似てるんですけど、今回は恐竜がいると、で恐竜がいる島でサバイバル生活をするみたいな感じのゲームになっております。でその恐竜を捕まえれたりできるらしいです。まあ結構みんな知ってると思うんで、ちょっと早速やっていきたいと思います。それでいく。でまあ今回はまあ最初なんでソロモードでやっていきたいと思います。来た。なるほどね、キャラ作れるんか。ほー、肌の色。おー、ちょっとゴリラっぽくいっか、どうせやったら。これでいこうかな。うん。ちょっとゴリラっぽくないか、このキャラ。よし、これでいこう。これでいきまーす。サバイバー名、人じゃないやろ。ゴリ。あー、スポーン地点があるな。あ、ノーマルエリア、イージーエリアとかある。まあ、最終位置、イージーからいっとくか。南部エリア、1。来た。はいはいはい。I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? 結構ストーリー性があるのかな？ The odds just kept getting longer. こいつは誰や？ I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. え、あ、飛ばしもだ！飛ばしもだ！飛ばしもだ。うーお、綺麗なグラフィック。結構ガチゴリラやん。ちょっと一回セーブしてさっきのムービー見に行くか。さあ、やっと戻ってこれたぞ。こいつは何なんやろ。私のところまで来て。Everything depends on your survival. Master this world. Make allies with as many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. この人も昔は俺と同じ立場だったってこと？ Put the pieces together and find me, survivor. You may be the only one who can.なるほどね。この人を探しに行くんか。ってことは次俺があの人になるってことじゃない？見つけたら。この島におんの？え、なんか光ってる。さっきもあそこ光ってたっけ？ムービー飛ばしたショックが大きすぎてもう見れてなかった。あそこ行くか。あそこになんかあるんでしょう。これ木の枝は拾えへんのね。あー、これで、あ、これで俺の全身見れるんや。あ、正面は見せてくれへんね。ゴリラや。ガチでゴリラや。今回はこの三人称視点で行こうかな。恐竜もおるやん。その辺にいっぱい。え？これ何？こいつ何？あ、なんか出てる。ドードーレベル44。え、俺こいつにも勝てへんのかな。ちょっとなんか武器とか装備してみるか。ちょっと画面エグいことになってる。なんやこれ。このちらつきはなんとかして直すわ。今度。ちょっと今日はむずそう。一回落とさなあかんぽい。これ。岩から火打ち石を。待って、なんか来てる。やべ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 。はあ、あいつ俺のことどついた今。殺すかあいつ。どうやって装備すんの。え、なんかレベル上がったんやけど。なんで体力上げとこう。レベル2ゴリってなった。どうやって装備すんねんこれ。あれ、なんか持ってる。あ、制作か。これ作らなあかんのか。これどうやって持つんや俺アイテム。あ、これ制作やからそもそもまだ持ってないか。作らなあかんのや。てかあいつ何やねんマジで。一発俺のことどすいて。こいつよな。死ねえゴミ。いやだ、毒出した毒出した。え、なやこれ。待って、これ素手じゃ無理かも。普通にこいつやべ、殺しに来てるこいつ。帰れこいつ。野生のディロフォサウルス絶対殺すこいつ。俺のキャラコンで殺す。これやめ、死ぬ。いや、かっ、ら、あ、食われた。ゴリ死にました。オッケー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 。帰ってきた帰ってきた。いやマジか。てかスタミナ管理がむずい。これスタミナが、あー、あれか、スタミナ右下のあれが減っていくと、あ、スタミナ切れるんか。だから途中ダッシュできんくなったんか。なるほどなるほど。何も持ってないやろ俺。
なんか俺最初からこれ持ってんの何？コスチューム。へえ、なんか俺あれかな、なんかちょっと高いやつ買ったんよな俺。モテるってことこれ、かぶれんの？ヘルメットスキンなんでかぶれんのよこれ。あ、そもそも頭装備がないから俺かぶれんってことか。そうっぽいな。え、なんかちいかわでいいや。装備するには拡張パックが必要。あ、装備中に敵を倒すとなんかいいんかこれ。なんか手に持ってます今。あ、斧の外見を変える。あ、やっぱそうやな、頭の装備がないとそもそも変えれへん。左手に装備することであなたに追従する HLLA を召喚できる。なんこれ、出発しますか。え、なんこれ、なんこれ、え、え、こいつ何、なんか出てきたんやけど。行こか。いや、チトリケラトプスおるんやけど。とりあえずあの青いとこ行くか。もうなんも俺武器ないから多分勝てへんこんなやつらに。こいつ勝てそうやけど。こいつ何、モスコプス強そうやな。これコモドドラゴンみたいな。この堂々ぐらいやったら勝てそうやけどな。一回どついてみようか。これカスドリゲ、ほ、え、死んでもた。やばい、食いにくる。こいつどうやって解体すんの。あ、気絶しとんか今こいつ。あ、キルしてもた。体をつかむ。おお。野生のゴリラが野生のゴリラスキル。あ、 G でつかめるんか。待って、こいつにあげてみよう。餌やで、食べ。俺、え、レベル上がった。なんか知らんけどレベル上がった。あ、これか。あー、スタミナもちょっと欲しいよね。スタミナあげとこう。あ、石、おー、取れる取れる。な、挟まってんねんお前。あ、すげえ、結構木の実があるぞ。これが食料か。え、こいつ詰まっとうから殺せるんじゃん。いや、こいつやって勝てるぞ。おれー、カスゴミが、おれー、こいつ倒したらだいぶ経験値もらえるんじゃない。あれ、俺なんかどつかれてる、どつかれてないか。おらー、いや、こいつがハマりからコトコトコト。すげえくない、こんなでかいの勝てる。こいつ気絶状態か今。気絶や。こいつなんとかして捕まえられんのかな。まあ、なんか捕まえる方法もあるんやろうな、ちょっとわからんけど今。でベリーがめっちゃ手に入る、この木から、草から。殺しとこ、とりあえず。あー、体力減ってってるやん。あれ、あれ、なんか俺骨折れてんねんけど。え、体力減ってる、こいつ殴ってたら。え、なんかさっき取ったベリーで回復できんかな。あった、消費、体力回復。あ、ちょっとずつしてる。待って、起きる、こいつ。殴りすぎて腕折れたんか。あ、ちょっとずつ体力減ってるわ俺。よし、殺した殺した。でけんちゃん、こいつ最初に殺せんの。やばい、腕折れてるねんけど。あ、なんか戦ってる、あっち。てか待って、さっき光っとったとこどこ行った。あれ、こっちになってる。あれ、これ違うか、アイテムか、さっきの。俺が死んだ時のミスター、恐竜どつくのに必死になってどっか消えてもた、あの光。いや、まあ特に必要ないってことか。え、平行いた今俺。よし、とりあえずアイテム拾えるだけ拾っとこう。あ、骨折治ったかも、とりあえず。とりあえずレベル上げよう。あ、結構回復していくね。まあ最初は逃げが大事だと思うからスタミナ上げまくっとくか。で、レベルが上がっていくからどんどん作れると、こういうのが。おー、あ、でエングラムっていうのを使うんか、これ解放するために。あ、今めっちゃあるやん俺。開けてった方がいいやん、じゃあどんどん。え、槍はいるっしょ。服もあるね、革袋。
玉袋、あ、水を持ち運べるんや、いるな。とりあえずこんなもんにしよっか。でどうやって作るかやな。木材、火打ち石、繊維。はあ、こっから作れるってわけか。ほい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 。岩から火打ち石、木々から藁を、動物の死体から生肉を採取できる石のピッケル。なんか石のピッケルが一番最初ちょっと重要そうやな。とかハンマーとか、これ石の斧とか。槍は後やな。ということで枝がいるな。あ、藁出るやん、こっから。あ、いいね。ちょ、素手は良くないらしいな、多分。ダメージ食らってるもんな、これ、どついとったら。よし。で、何や、屁こいてるやつ。斧作るか。一つ製作。おお、斧できた。あった。手。あれ、手に持てんのこれ。装備。おお、斧持ってる。斧ちゃうわ。ピッケルか、これ。何や、お前。やんのげ。いいんじゃないこれ、だいぶ。とりあえず素材集めまくろう。で、結構素材出てくんのがでかい。攻撃の仕方おもろいな。よし。とりあえずどんどん作っていこう。で、火打ち石いるな。いろいろ作るのに。火打ち石これで出る？あ、これじゃないか。うわ、雨降ってきた。これか、火打ち石が出んのって、もしかして。無理か。あ、これとかか。おお、出た出た、火打ち石。あ、結構作れる。待って、なんか来てる？大丈夫？結構、トリケラトプスは結構あれなんかな？温厚なんか？さっき仕留めたあいつハグか。あ、こいつこいつこいつ。おー、生肉出てくる。皮も結構出たぞ。生肉はこれ多分生で食ったらあかんよな。あ？なんか多いって言われた？なお前、攻撃力も上げとくか。こんにちは。うん？あ、こんにちは。メモ用紙なんかある。こっちこっち。ん？こっちこっち？なになに？なんか呼んでる？お前やんのか俺と。うわ、来た。こいつ喧嘩売ってる？で、レベル60もある。オッケー、毒出すのね。おいえ。よし、距離取って、どついていく、下がりながら。今の俺なら多分勝てるぞ。よし、オッケー、来いや。石のピッケル結構強えぞ。来い。よし、避けていく。これゴミ、敵の体力がわからん。的確に頭にどついてる、でかい。よし、来いや。危ない。よし、オッケー、避けていく。これゴミ、死ね。やばい、空腹とかなった。いやー、死ね。うわー、オッケー、まずい。やばい、ダメージ食らった。こいつ死ぬん。これオッケー。なんか腐ってるベリーが、まずい。やばい、死ぬ。やばい、骨折れた。やばー、死にたくない、やめろー。もう誰、ちょっとアイテム取りに行こう。結構拾ってたから。これもう序盤は逃げた方がええわ、マジで。絶対に勝てへん。恐竜とか乗りたいな、空飛びて。走り方好きやわ。ちょっと寒いから早く服作らんなな。これ取れる？これも割と、あ、 T で転送できる。あ、 OKOK。あ、こんな早いんや、転送。この辺はいらんもんな、持っとるやつやもんな。あ、これ恐竜呼べるんか。え、なんか魚おらん？なんこれ、魚すっげえ浅瀬来とったぞ今。なるほどね、これ腐っていくんか、早く食わな。消費って食うって多か。あ、いいか。あー、生肉やっぱあかんのや。あ、食料か、これね。はい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 。腐る前に一回全部食っとくか。なんかすぐ湧くからな、この果物たち。あれ、水分、あ、水分バカ減ってる。なんで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 。え、ちょ待って、喉乾いてんのこれ。オッケーオッケーオッケー、これで飲めるんか。オッケー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 。
なんで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 、え、死んだんこれ、え、ちょっと起きて俺え、何が起きたんこれ、気絶してる今俺、腹壊したかな、なんか食いすぎて気絶したんやけどええってもうお前、死んでるんか生きてるんかすらもわからんねんけど俺え、これどういう状況マジで、起きた、寝てたんか今な、何が起きたん俺、俺の体に、あ、でも結構マックスなってる、え、眠ってたんかな、え、魚死んでる、ちょ待って、こいつまた来た、こいつまた来たって、だるいこいつ、やか、もう逃げよう、一回逃げるしかない、足速いぞ結構、しかも、あ、なんかどっか安住の地を探したいなこれ、とりあえずどこに行ったらいいんやろ俺、あ、まあ俺の目的はあれか、さっき出てきた女の人を探すっていうのが目的か、体温上昇中、あ、暑いんか、走りすぎたか、あ、なんかあそこにある塔みたいなとこ一回行ってみるか、なんかあるんかもしれん、あそこ、とりあえずこれピッケル、あ、ピッケル結構潰れてんな、あ、修理できた、多分槍も作れるんよな、槍はあった方がいいな、これこれか、槍、槍だけなんで攻撃力出てこんのや、これ、よし、槍できた、槍できた、これか、これ槍やんな、よし、投げたりもできると、あ、投げてもだ、あ、どこ行った、あ、ここか、あ、オッケーオッケーオッケー、クイックするとこうやって装備できるんや、オッケーオッケー、他にも多分作れるもんいっぱいあるから、斧も作っとこう一回、これツルハシはあるから松明も作るか、これ松明やんな、斧、松明か、よし、オッケー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 、こいつ殺せれろもう、おれーゴミ、おいえ、おれー、おいおい、カズ、いや、やりつえ、オッケーオッケーオッケー、ザゴー、あー、こうやって武器で殺すとこいつ死んじゃうんや、うーん、もうえぐ、ちょっと待って、ま、は、無理やろこんな、無理やん、何これ、ちょっと待って、これはえぐい、あ、このアイテムはなくしたくない、あ、こっちか、こっち行ったよな俺、あっちにも塔あるし、あっちにも塔ある、あ、マップ、うん、とりあえずアイテム回収に戻ろう、あー、かわいい、かわいい、あいつがボコられてる、かわいそうに、でもどうすることもできん俺は、さあどの辺で死んだ、いや割とさ走って逃げようとしたんやけど逃げれんかったな、あ、こっちやな、あ、あそこや、あの緑の光や、うわ、おるな、さっき多分俺のこと食い散らかしたやつが、ほふくで行く、いや、これマジでやばいかも、バレたら、別にバレたくね、やばい、まず終わった、あ、ほんまに死ぬ、えぐいこいつらの強さマジで、やめてやめて、なんとか逃げろ、骨折れたー、ぐーいや回収無理かな、とりあえず死んだとこ行こう、あ、レベルまた上がった、もしかして1から、いや、オッケーオッケー、レベルは減ったりしてないよ、移動速度がいるかも、逃げられへん、まずとりあえずもう歩きながら拾っていく、またおるか、てか、あの死体は、待って、バレた、またバレた、もう、いやいや、あ、これ死んだかも、いや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 、やめてくれ、あっちもアイテムだけ回収して、さっきのアイテムだけ回収させてください、あ、絶対に回収したんやが、次死んだ、やめよう、なん、あ、お前平行いとったん、お前かよ、かっこいい、あの恐竜、これもしかしたらあいつら一回死んだとこにたむろする習性ある、おるんよな、ずっとあそこに、一個前死んだとこに多分たむろする習性があるから、それを信じて槍とか作っとったカバンは回収できるかもしれん、どこで死んだっけ、
これか、これか、あ、ただの日の光。いや、カバンっぽいのは見つけたけど、なんかおるな。いや、これもうほふく前進で行こう。バレへんやろこれ多分。危ない、多分カバンっぽいの見えんねんな、そこに。これや、どれやどれや、作ったやつ。これか、退散しよう早く。やばい、やばい、怖すぎる、やばい、死ぬ。いや、あのエリアやべえな。てかもうこの海沿いでちょっと過ごすしかないかも。なんか森の方入っていくとマジ肉食恐竜の巣になってるからきつすぎる。いや、また縄張り張られてる。やっぱこれ一回倒したとこにあいつらとどまるんかな。きしょいから、いける、さっさと回収して逃げよう。よし、これやんな。あ、俺の、俺がおる、俺の死体をもてあそびやがって。こう、よし、来たかも。これ俺の体つかめへんのか、逃げよう。よし、よし、よし、なんかちょっと来てる、怪しんでる、気のせいか。よし、よし、これ海沿いでちょっと暗そう。海沿いの方が敵弱い気がする。よし、ふぅ、お、そこの捕まえた、すご。あ、ここちょっと崖で安全そう。一旦ちょっと休憩しましょう。これ斧ね、で、ツルハシ、ピッケルか。よし、松明。あ、ちょ、バッカお前、松明投げんな。よし、とりあえず海沿いで暮らすか。あのレベル弱いやつら狩りまくって暮らそう一旦。あ、こいつらこいつらこいつら、こいつでレベルアップしよう。よし、どう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 、殺しまくろう。これなんか睡眠ゲージとかもあるっぽいな、あの右上の家マークみたいなやつ。よし、レベル72やん。戦っとる戦っとる。ちょっとこれ早くあれかもな、家とか作らなあかんかも。スタミナ低下中、重量オーバー。あー、アイテム取りすぎてる。ちょ、このへの音やめろ。あ、腹減ってんな。これさくらんぼ食うか。よし、大量に食って、これなんていう植物なの。あ、また水分が爆速に減ってるな。ちょっと待って、また倒れる、また倒れる。ああ、もうこれ倒れる。いや、ちょっと待って、ああ、水分が、あ、脱水症状になった。倒れてはない。何の実を食ったらこれ脱水症状になるんや。説明が一切出てきてくれんから、とりあえず食っていこう。何でも食ったろ。これも食えんの、何食ったんかもう分からへん俺。アマルベリー、よし、これでちょっと動けるようになったか。うわ、遅いな。肉も持ちすぎてんな。こんないらんやろ、もう。あ、オッケー。睡眠ゲージが、これ多分右上のゲージかな？マックスになったら寝ちゃうんかな？ちゃうかな？なんか家マークみたいなやつあるけど。あ、ほんで右上のなんか星マークは、あ、それが睡眠ゲージかな？あれがマックスになったら起きるんじゃない？こいつ。あ、また星ゲージが減ってきてる。あ、あの星ゲージが減ったら動けるようになるんか、俺。あ、星ゲージが消えたぞ。あ、起きた起きた、やっぱ起きた。動けるぞ。重量が重すぎね、とりあえず。捨てまくろう。肉なしはでもきついか。ちょっとだけ肉持っとこう。あ、オッケーオッケー、動ける、とりあえず。なんかいろいろと持ちすぎやな。なんでこれこんなんあるん？わらかなんか知らんけど。あ、オッケーオッケー、ここで、あ、出てくるんや。繊維ね。これいろいろ素材に使えるらしい。とりあえずこれさ、
鎧作れるな、これ多分もう。鎧作っていこう。閉国な、お前。で、できるできる。オッケー、これで服作れるぞ。あ、レベル上がった。移動速度とりあえず上げとこう。藁の土台、藁のドア枠。オッケー、藁、革の寝袋、藁の屋根、藁の壁。オッケー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 。これで家作れるね。だ、家作らなあかんってことなんやな。じゃあ何にせよ、いいいい。おお、でこれを、これをこうすると、おお、こういうことね。いや、えぐいわこれ、マジで、これマジでえぐい。あー、もういや、これ家作らなあかんわ、ほんまに。オッケー、でもリスポーン地点からだいぶ近い。いや、夜なんかきついな。でも見えへんぞこれ、おるかな、さっきんとこに。なんとかして、絶対これは、いや、ちょっと、えぐいわこれ、これえぐい、マジで。もうあっさらしてよ。いや、アーク死にゲーって書いてたんやけど、ほんまに死にゲーやったわ。いや、まずい。いや、これ夜になるとこいつら縄張りなんの、この辺。え、どこや、もう見えへん、やだ。よしよし、なんで水ん中やん、もう。いや、あかん、とりあえずもういいや、しゃあない。あの1個目のデータは別にそんな大したもん持ってないし、どうせすぐ手に入るからな。作ろう、もう自分でもう一回。よし、とりあえず武器で OK、 これ作れる。全然いらん、あんなもん。とりあえずタイマー作ったらワンチャン分かるかも、どこにあるか。お前かわいいわ、堂々、マジで。OK、 とりあえずタイマーできる。まだか、火打ち石がいるんか。石ころどこや、何これ、うんこ。あ、火打ち石出てきた、金属やって。よし、怖え。で、槍は木材がいるんか。よし、オッケー。うわ、体重なっとる、金属のせいか。嘘やん、もうほんまに心折れるこれ。ちょっと待ってくれ、マジでえぐい。こいつら割と水中まで追っかけてくんねんな。え、生きてきてる俺。はっけ、水中でもこれ制作できるんや。体力どんどん減ってる、これ震えてんのか。よし、帽子作ろう。よしよしよし、一旦ここで、一旦ここで休憩させてくれ。あー、食料がもう腹減りがやべえ。食っとくか、食っとけ、ベジョメリー。よし、食べても美味しい。よし、オッケー、食べても美味しい。よし、オッケー。これ変な身食ってたんやろな、多分。よし、オッケーオッケー、職人みたいになった。いや、当分この辺で生活しよう、マジで。で、強くなって鎧とか作ってからじゃないとこれ行かれへん。あ、で、空腹か。味は苦い、食っとこう。マジ、このガキぐらいって殺せる。いや、もう戦うしかないわこれ。てか、よし、来いや。槍がなんかできた、なんでや、どこで拾った俺この槍、作ってたっけ。よし、こいつ殺す、ぶつぐらいって殺せる、ガチで。絶対殺しちゃうから、お前体力割とギリ。いや、槍がやめて。ほんまに死ぬ、ほんまに死ぬ、ほんまに死ぬ、ほんまに死ぬ。あー死ぬ、あー死ぬ。うわー、112やん、勝てるわけないやん、こんな。これだけ取らせてお願いします、もう無理。いや、おるかな、この恐竜は。多分温厚なはず。いや、これ早く恐竜をテイムして俺の軍団を作るしかないかもしれん。あいつ泳いでない？俺のこと殺したやつ。オッケー、あそこな、場所は覚えた。あいつ沈んでったぞ。やめていける？し、ま、何飲んでんねんお前、今飲む。
飲む場面ちゃうで。よし、オッケー。これ、もらう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 。よし、オッケー。退却。しゃ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 。さて、てかもう家作ろう、家。怖い。鳥の声が怖すぎる。で、これどうやって作るの、藁の土台って。あ、これか、構造物か。藁。藁の屋根。ドア。土台。土台からやな。繊維が足りてない、どっちにしろ。繊維取りまくらな。あ、繊維って木材とはまた別か。どれから出たっけ、繊維。あ、繊維なんかから出てる。これか？あ、繊維増えてる。よし。秒で溜まるやん、繊維。嬉しすぎ。まずいや、次、目つけられた。あー、もうえぐい。待って、ガチでナイス。恐竜が戦ってくれてる。ちょっと待って。さっき重量減らさな。よし、食べても美味しい。よし、食いまくる。よし、オッケー。水分激減りしてる。まずい。あ、待って。これ、俺また眠くなってない、俺。あ、俺また気絶するかもしれん。え、うんこした今。え、うんこしてる俺。人間の糞。え、俺うんこ、ああ俺がうんこしとったんや。よし、なんとか一日経ったんじゃないか。よかった、あやり入手できた。あやりいっぱい作っとる。あ、なるほど、このまま1って押したら槍勝手に作るんや。ちょっと睡眠、これどこ、気絶時か。俺なんか食って気絶しとんか。眠っとんじゃなくて。よし、レベルどんどん上がってる。パチンコサドル、フォミアに装備すれば騎乗できる。パチンコ、おー、殺害するよりも気絶させられる。なるほどね、これいいやん、パチンコ。よし、パチンコゲットした。ハッカゴナとかある。どの辺や、テイムできるやつ。あ、もう結構作れるやん、俺。トレーニングマシン。サドル。どれやろ、テイムできるやつ。もう出てる？わからへんな。今日一旦こんな感じかな。オートセーブらしいんで、このまま消して大丈夫そう。ちょっと今後もしかしたらアークやっていくかもしれないんで、よかったらアークの方も見てください。一回こんな感じで、今回は終わりたいと思います。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。以上、ゴリラスでした。バイビー。YouTube、Twitter、TikTok、お願いします。